つもお世話になっております、抜け丸です。今回は、国王リアオブライト討滅戦の攻略動画になります。いろいろな攻略の仕方があると思いますが、その一つとして、参考にしていただけたらと思います。我が役目、救うべき世界のために、お前を撃つ。それでは行ってみましょう。アンリーシュテラー、これはパーティー全員の HP を1にします。ユニットチャージ、ボス自身の LD ゲージを3つチャージ。たびたびボスが LD ゲージをチャージし、そのチャージに応じた LD を使用してきます。先にゲージにより変化する LD をまとめてみます。 LD1 ブライトブレイバー、ランクキラ、 DPS1 名ずつに防御範囲がきます。各ロールで分かれておくのが良いと思います。 LD2 ブライトデスペラード、直線頭割り何かいきます。4人ずつで順番に受けましょう。 LD3 ブライトメテオ、タイヒラにメテオが降ってきます。 DPS とペアで頭割りをします。非属性耐性低下強デバフ3秒がつくので、複数当たってしまうと死にます。LB4、アルティメットクロスオーバー。上段ダメージの履行で、タンクエルミーさんを使用し、ダメージを軽減します。ソーレムコンフィテオル。パーティー全員の足元に、設置型 AOE が出現します。なるべく固まって同じところに捨てるのがいいと思います。アブソリュートストーンは、パーティー全員に、ボスから、狭い扇範囲攻撃が来ます。パーティーメンバーと重ならないように3回しましょう。アースシェイカーのような技です。このように今回のボスは、アブソリュート〇〇という5つの技を使用してきます。出てきた時にまた解説しますが、ここで、その5つをまとめてみます。アブソリュートストーンは、先ほど説明したものですね。アブソリュートファイナ、ヒートデバフが付与され、行動すると大ダメージを受けます。じっとしてデバフ時間が過ぎるのを待ちましょう。アブソリュートブリザがずっと移動したり動いていないと凍結し、数秒間動けなくなります。常に行動をし、デバフを受けないようにしましょう。アブソリュートホーリー、頭割り攻撃です。頭割りマーカーは出ないので注意しましょう。アブソリュートフラッシュ、パーティー1名にデトリマーカーがつきます。ついた人を見ないようにしましょう。見てしまうと、余ダメージ低下がつきます。では、続きに戻ります。ユニットブレイク。今回は LD さんなので、ブライドメテオが来ます。あらかじめ決めたペアで3回し、頭割りをしましょう。前半の LD は、3、2、1と順番に来ます。魔法剣。剣に魔法をまとわし、次の魔法剣に、ブライトセイバーで発動します。これは、アブソリュートストンガをまとわせていますので、3回ですね。魔法剣。2個目は、アブソリュートファイナーをアブソリュートブリザガにランダムです。ファイナーなら動かない。ブリザガなら動くです。魔法剣に、ブライトセイバー。剣の刀身を見てください。輪っかがついている時と、ついていない時があります。輪っかがついていたらドーナツハイに、ダイナモー。ついていなかったら、ボス中心 AOE、チャリオットです。これも何度か来ますので、覚えてくださいね。ユニットチャージ。ボス自身の LD ゲージを2つチャージ。今回の LD なので、4人ずつ、東西で順番に頭割りですね。総合ブライト。少しややこしいのが来ました。ノーマルでは、2つの二等辺三角形でしたが、極では3つに増えています。自称三角マスターミキとして、アンチを探すポイントをお伝えするとすれば、このギミックは、三角形に囲まれていないところがアンチになります。そして今回ステージは四角形で、ソードオブライトで作り出される三角形の底辺を必ずその四角形の一点を使っています。つまり底辺で使われていない一点を探せばいいのです。言葉だけでは伝わりづらいですので、ちょっとアニメーションで見てみましょう。3つの三角形を描くために始まるテーマ
キャドカラか辺の中点です。3つとも中点やキャドカラだったらとても簡単、すぐ使用していない辺がわかる。ほとんどが角が2で中点が1、もしくはその逆。濃縮をずっと考えてたのですが、現在の私には行き着くことができず、消去法的な考え方で理解しました。先ほど四角の辺を使うところはアンチではないと説明しました。だから辺の中点から始まると絶対に半円の辺を底辺になるため、中点を見たら逆にはいかないようにしましょう。あと2つの三角形も書いてみましょう。このように使用していない四角形の一辺にアンチになるのもわかります。では本編に戻ります。ユニットブレイク LB2 なので、ブライトデスペラード知人のやつですね。直線後回り何かいきます。4人ずつで受けましょう。ユニットチャージ、ボス自身の LB ゲージを1つチャージします。今回は LB1 なのでブライトブレイバーですね。タンク、キラ、DPS1 名ずつに防御範囲がきます。各ロールで分かれておくのが良いと思います。の前に魔法剣2つから魔法剣にブライトセイバーの流れです。1つ目はアブソリュートホーリー確定ですが、2つ目は最初の魔法剣ランダムで来てない方がきます。輪っかがついていたらドーナツハイ、ダイナモ。ついていなかったらボス中心 AOE チャリオットです。これも何度か来ますので覚えてくださいね。ユニットブレイク LB17 でブライトブレイバーです。ロールで3回しましょう。エンド終わり、フェイト1位に強攻撃です。サモン見るね。アブソリュートフラッシュ、サモン見るので下にバハが出現し、現れたマップ半分全体に AOE が来ます。また同時にアブソリュートフラッシュでパーティーメンバー1名から視点攻撃が来ますので、手取りマーカーについたパーティーメンバーを見ないようにしましょう。ラコフェーズです。現行召喚で現行の暗黒騎士と強戦士、金融詩人、忍者、黒魔導士、白魔導士、召喚士に召喚されます。攻撃できるのは暗黒騎士と強戦士だけで、他のジョブは対応したギミックをこなしていきます。 LB2 で分かれた4人ずつでそれぞれ弱を倒しましょう。途中 DPS 4人にフレアマーカーに来ます。基本3回の4進でヘビーレインオブデスに行けましょう。次に忍者によるカトンの術さんのヒラ対象の2名後回りと、黒魔導士、白魔導士の2人分けの2名投手にユニットが来ます。後回りはヒラパンで受け、今日は DPS で入りましょう。召喚獣バハムートが召喚され、剣で結ばれた対象に防御範囲のフレアブレスをしてきます。しかし、その線は受け渡しが可能なため、タンクキラで線を受け取り、フェア3回で担当した4進で召喚獣を向けてブレスに行きましょう。また途中暗黒騎士と強戦士は新暗黒とバーサクといった爆を使用してきますが、これは止めれるので止めておきましょう。あとフェイト1位漆黒の魔剣やフェイタルクリーブといった強攻撃もしてきますので、マフや回復もしっかりしましょう。リコアルティメットクロスオーバー、後半戦です。後半は少し分岐があります。まとまったものとして大きく忍者、召喚戦士、知人暗黒、白黒、ゴレムの5つのパターンがあります。そして大体の流れとしてこの図のように流れになります。ですのでその5つを個別に解説していきます。白黒パターン、仮召喚で現行の白魔導士と黒魔導士を召喚します。ユニットチャージ、チャージはおそらく1から3ランダムです。現行の白魔導士と黒魔導士の2人掛けで2名用の塔が順番に8個出現します。塔を処理すると持続性耐性低下、強デバフがつくので連続で入ることができません。ですので落ちてきた順番で1個目剣、5個目、
2個目ペア、6個目、3個目ペア、7個目、4個目ペア、8個目と入るようにしましょう。はじめは、10時に塔が出現しますが、5つ目以降は、ランダムで必ず隣接してるとは限りませんが、落下してきた担当ペアで順番を見ておきましょう。途中、サモン見るので、人にバハムートを召喚していますので、確認しておきましょう。塔が終わったら、日本ペアに、ブライトセイバーで、ガリエットをダイナモです。ボールにユニットブレイクに、チャージした LD を使用してきます。エンドオールに関し召喚できる終わりです。現行の忍者パターン、魔法剣でアブソリュートホーリーへのアブソリュートストーンを更新に向かいます。現行召喚で現行の忍者を召喚し、水遁の術3で東西どちらかの外周からタイガリウィング、ノックバックをしてくる水柱を召喚します。ソーレム根気テオルを捨ててから水柱の方へあらかじめ決めておいたペアで3回します。ノックバックを受け、そこでカトンの術さんの頭割りをペアで処理します。エンドオールのタンク走行に来る終わりです。魔法剣技ブライトセイバーで、チャリオットはダイナモランダムからの魔法剣に合わせたものが来ますので、落ち着いて処理しましょう。その後エンシェントドラゴンダイブの全体攻撃の後、エンドオールのタンク走行に来る終わりです。詩人暗黒パターン、リミットチャージ、チャージはおそらく1から3のランダム、現行召喚で現行の銀遊詩人と暗黒騎士を召喚します。ソーレムコンフィステオルと同時に現行の暗黒騎士のグリムストーンアースで DPS4 人に頭上マーカーが付与されます。グリムストーンアースは設置型が大きくなるドーム型 AOE なので、担当の4隅へ捨ててきましょう。現行の銀遊詩人のヘビーレインオブデスでヒラタンク DPS 各1名にプレアマーカーが付与されます。同時にアブソリュートホーリーの2点を付けて頭割りします。最後にリミットブレイクでチャージした LD を使用してきます。エンドオールのタンク強攻撃で終わりです。現行の召喚戦士パターン、魔法剣でアブソリュート会合のアブソリュートブリザガイ更新に向かいます。現行召喚で現行の召喚士と強戦士を召喚、召喚士は4箇所に召喚陣を召喚し4名の線で結ばれます。現行の強戦士にパーフェクトデスノートで DPS に頭上マーカーがつき、対象に直線 AOE が来ますが、その前に全員にソーレムコンピセオルで足元に設置型 AOE が来ます。少しわちゃわちゃしますが、 CPS は AOE 捨ててから被らないようにパーフェクトデスノートを処理し、姿も CPS から線を取り、 AOE を捨ててから担当の4隅に移動し、来週へフレアブレスを誘導します。次に同じ流れで今度は姿にパーフェクトデスノートが来るので、今度は CPS が線を取り、担当の4隅に移動し、来週へフレアブレスを誘導します。注意点としては、パーフェクトデスメイトで、不足性耐性効果、風デバフ11秒がつき、連続性フレアブレスに同じ人が受けることもできないです。サモン見るので、サニバフの出現し、マップ半分に AOE が来ます。続いて魔法剣技、ブライトセイバーで、チャリオットをダイナモからの魔法剣でまとわせた、アブソリュートファイナーはアブソリュートブリザガが来ます。その後、エンシェントドラゴンダイブの全体攻撃の後、エンドオールのタンク強攻撃で終わりです。ゴレンマ、これはおそらく後半2つ目固定です。アブソリュートの七、光、氷、視線の5つ連続で使用してきます。先にアブソリュートのエフェクトを5連続で使用してきますので、順番を覚えてそれぞれ処理をしましょう。個人的に確認してるだけでパターンが少しあります。ただ
丸覚えするまでもなく、見た順番に処理していくだけなので、落ち着いてやればできると思います。カリより、先に視線は来ないことだけはわかります。その後、ソードオブライトをこなして、エンシェントドラゴンダイブでゴレンマを回りです。ご視聴ありがとうございました。